こんばんは、デモクラシータイムズ、ウィークエンドニュースの時間です。現在は、11月1日午後7時を回ったところです。これから約1時間いろんな話をですね、今日はゲストお3人お招きしてますが、ゲスト3人の方といろいろ話していきたいと思います。首里城が炎上したりして、なんかあんまりいいニュースがここのところないのですが、その中でも特に、表現の自由ということですね。特にここ今日参加していただいたお三人の方は、その表現の自由に関してはかなりいろいろな立場から、ご意見もあるだろうし、それからいろんなあれも持ってるでしょうから、そこのところをたくさんですね、今日は話していただきたいというふうに思っています。それじゃあ今日の参加の3人を紹介したいと思います。まずこちらから寺脇健さんです。京都造形芸術大学の客員教授で、元文化庁の文化庁ということで、文化に関してはですね、いろいろとご意見があると思いますので、ゆっくり最後、よろしくお願いします。それから坂手洋二さんです。坂田さんは劇作家で、林光群という劇団を主催しているということですね。それから森達也さんです。森さんは最近映画愛新聞記者というのを お作りになって、今あれですね、まだ、公開にはまだ至ってない。はい、公開は今日11月1日なんですよね。はい、今月15日か15日か、はい。規模はどれぐらいですか、映画館の規模は。50巻プラスアルファって聞いてます。あ、そうですか。結構じゃあ大きなドキュメンタリーですからね。ドキュメンタリーとしては大きなですね。それじゃあちょっとその、これは先週もですねお送りしたんですけれども、この新聞記者ドキュメント愛というのはですね、先週も流したんですよ、実は。あらま。じゃあこれをちょっと見ていただきます。責任者ですよね。そうじゃないでしょ、調達部のトップでしょ。答えないようなことをしない、恥ずかしいことをしないでください。彼女がやってることは政治権力に対して質問をする、これがなんで注目されなければいけないの。だからなんで TBS が出してることをダメだって言うわけ。今ある権力がどうあるかを見るっていうのが僕らの仕事だ。自供したしてないやん。これが不十分だったら何が十分なんだろう。あったものをなかったことにはできないと。取材はできません。じゃあ次の段階だ。安倍晋三、安倍晋三長官はこの会見を一体何のための場だと思ってらっしゃるんでしょうか。あなたに答える必要はありません。これ法的におかしいですよ。相当メディアというのを舐めてると思いますよ、私が。11月15日から全国で労働省ということですね。はい、はい、森さん、これを作るにあたって、苦労とかいろいろあったでしょうけど、どうでした、題材としての望月さんは。前から望月さんのことは知ってましたから、そういう意味では、初対面の苦労みたいな、なんかそういったものなかったんですけど、ただやっぱりね、僕もだからテレビのディレクターやってて、それから映画撮って、それから活字の世界に入ってて、一応いろいろメディアは横断的にいろいろやってきたつもりですし、事情も分かってるつもりだけど、なんかねもう本当に日ごとになんかこの閉塞状況がこう進化してるっていう、進化っていうのは深く化けるのことは実感しますね。だから数年前だったらこんなことありえなかったのが、何でもこんなことになってんのっていうのは結構取りながらいろいろ出てきましたね。だから、そういう意味では報道の自由みたいなことに関してですか。言葉にしちゃうと、報道だけじゃないですよね。いろんな意味でやっぱりこう自由に表現、言論がまさしく今日のテーマにつながるんでしょうけど、なんかしづらい状況がどんどん加速してきて不思議ですね、っていうのをなんかやっぱ取りながら実感しましたけど。そうです、はい、これはですね、今も言いましたけれども、11月15日から労働省ですので、ぜひ、全国50館以上の映画館で公開されるということなんで、はい、
ぜひ、お近くの映画館でご覧になっていただきたい。多分、まあ、ターミネーターに比べればね、全然関数少ないですけど、ね、面白いですからね、もうぜひ見ていただきたいですよね。なんかドキュメンタリーっていうのもなんか劇映画をね見てるような気持ちでずっと見てました。お二人も見てるはずだけど全然今日ね感想を僕に言ってくれない。気に入らないんだろうなと思いながら。いやいやそんなことないけど、あの新聞記者、ドラマの新聞記者の時はそんなにこういわゆる風当たりが、きつくなかった、思ったほどはね、うん、だけどこれは風当たりがきついだろうなと思いましたよ。そうですかね、あそこまで政権をダイレクトに批判してるわけですからね。むしろ風当たりがあった方が、ね、話題になってくる、ね、いやもちろんそういうことですよ、ね、ドキュメンタリーなんだから、はい、それはまだ感じてないんですか。全然ないですよね。ないですか、うん、まあ、まだ公開してもらったからね、試写も全部終わってないし、あの今日東京国際映画祭で、まあ、いわゆるプレミアムですね、うん、それを初めて、まあ、上映ができてっていう段階で、実はもう3日前まで4日前か編集やってましたから、うん、まだ直してる。そう、なるほど。お二人見てくれたのよりちょっと直ってるんですよ。修正してるんだけど、どの辺が変わったんだろう。ね、それ言うとちょっと、ね、ネタバレになるから、まあ若干変わりましたってこと、うん、だからまあ全然まだ本当に誕生しきれてないって感じですけど、じゃあもう一回映画館に見に行かなきゃいけない。はい、だから望月さんが、ね、一番大事なところを修正しましたけど、主人公がとにかくもともとその、あの俳優でもあった人なんで、うん、あの 見られるっていうことにねすごくもう立ててるんですね、うん、だからもう本当に普通の劇映画みたいに堂々たる主人公がいるという感じで、こういうドキュメンタリーはあまりないんじゃないですかね。だからすごく不思議な気持ちになるわけですよ、うんうん、で、あのアメリカの映画のバイスってあったじゃないですか、うん、はい、であれは実名でどんどん出てきて、うんうん、でドキュメンタリーの方の新聞記者は全部匿名じゃないですか。で、あ、映画の方、あ、劇映画の方、ドラマの方の新聞、そう、ドラマの方のね、うん、劇映画の方は全部匿名で、はい、ドキュメンタリーだから当たり前なんだけど実名でどん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 出てきて、うん、でそれがあの現実なんだけども、どっちかというとそのバイスなんかには全然近くて、うん、あの実名でどんどんドラマティックに出てくること自体が持っている迫力っていうのがあって、うん、だからね、なかなかね見た人の中で整理がつきにくいんだと思うんですよね、うんうん、そこから辺がちょっと反応があのすぐに出てこない理由であって、まあちょっと言い訳してるみたいなんだけど、でも映画としては非常に面白いと、白いうことは間違いないですよね、はいはい、ぜひぜひ見ていただければ、ありがとうございます。ここにいる3人とも見てますので、はい、本当に面白かったですよ、私は単純に。リキさんも感想全然送ってこなかったよね、うん、え、リキさんも感想何も送ってきてくれない。そうですね、はい、じゃあ本当送っときます。みんな見終えると沈黙しちゃうから、なんかね、不思議でしょうがないんですけど。いや、まあ最後のまとめ方がね、やっぱ独特だから、はい、これもネタバレになるから言えないんだけど、はい、そのまとめ方で、これは一体と思いながら、はい、やっぱ最後を見てるのはありますね、うん、だから全体のそのピントの合わせ方をもっぺんずっとその後反芻してるような面はありますよね、うんうん、そうか、はい、ありがとうございます。はい、さて次です。坂手さんの方でも何かご紹介できしたいものがあるということなので、はい、ね、あの松本博さんがずっと一人で演じてこられてた一人語りの、うん、憲法君ですね、はいはい、まあ、それをちょっと僕の方があの演劇にすることにしまして、うん、演劇版の憲法君っていうのを、まあ、やります、うん、これはあの11月の29日から、まあ、東京の座高円寺と、うん、名古屋、兵庫の伊丹、うん、あと岡山でやります、うん、まあ、これもちょっとあの松本博さんは出演されませんが、ぜひ見ていただければと思いますので、ちょっとこれもなかなか今の時代にぴったり合っちゃうので、うん、ちょっと不思議な感じなんですけども、まあ、松本さんのこの博さんの、ね、憲法君っていうね本はなかなか話題になってるし、結構なベストセラーにもなってるんでね、もう20年以上やってるんですね、うんうん、ですからその20年の間にあんまり日本は良くなってないらしいということは、もっと悪くなってる一方だということだけは確かですね、はい、寺脇さんの方からも何かちょっとご紹介があって、もう私の方はね、何度もこの子どもたちをよろしくっていうのはやってますけど、はい、これはまあ来年の2月末公開ですから、はい、あれでちょっと今日は変わったところでその、うん、落語ってあんまりこういうところで取り上げられないと思うんですけども、ちょっと私が企画して11月18日に巣鴨のライブスポットで会をやるんで、あのもし興味のある方はあの SNS で私にご連絡をいただければまた詳細お伝えします。これはあの古今亭新馬って古い人はあの6代目があの意地悪ばあさんの役をやったり、あのワイドショーの司会やったりして有名な人だったんですけどね、その弟子で
七代目もちょっと早く死んだんで、うん、まあこういうねそんなに名人とかなんとか言われた落語家じゃないけど、でもそういう人もなんか生きて、はい、それで、まあ相当な飲んだくれだったんですけどね生きて愛されて、生きたっていうのを少し、うん、まあ今年七回忌だもんですからやりたいと思ってます、はい、あの関心のある方はもう私にツイッターでもフェイスブックでもご連絡いただければと思います。はい、という、まあ、あの催し物の、紹介をいたしました。それじゃあちょっと次いきます。今週のですね主な出来事というのをバッと並べてみたんですけれども、まあ、あの最初にも言いましたけどあんまりいい話がありませんね。特にこの1週間で2人のですね、大臣が辞任をしているということもありまして、本当になんか死者、それからあのまた大災害がまた起こっていると、それから、まあ、マラソンが札幌で開催されることが決まったみたいですけども、これも大揉めになってよくわからない結末になってしまったというようなことがありますね。で、まあ、この中で、例えば寺脇さん一番こう関心があるというかちょっとチェックしたいなというニュースはどうでしょうか。いや、まあ、文化庁関係とか大臣辞任とかもありますけどね、はい、この入試の問題っていうのはもうこうなること分かってたのに、うん、もうなんかそれこそ坂手さんがシナリオ書いてるんじゃないかと思うぐらい、坂手さんは書かないけど、それもう前からシナリオがあってねやっていってるみたいに、うん、なんかバタバタっと流れてしまって、もうだって何年もそれでみんな準備 してきているのに、はいはい、やっぱり準備が足りなかったなんていう話はね、これ本当に政治主導で、うん、役人から見ればこんなん無理ですよってもう言えなくなっちゃってるんで、こういうことがね次々起こってくると思いますよ。これは要するに今日ですね、本当に今朝方萩生田財務が、延期というか考え方を直すということをおっしゃったようですが、延期ですかこれは。だから指摘されてることは前から言われてたわけですから、うんうん、でそれを役人はちゃんと政治家に伝えてるんだけど、うん、もうやるんだからやれよっていうふうに言われてやってて、で自分が口を滑らしたりした結果追い詰められてしまったんで、うん、じゃあもう伸ばすよっていう話になって、本当にそのなんていうのこれ本当に政治の都合で入学試験も変わっていくっていうことを、うんうん、そんな世の中ってありますかみたいな感じですよね。まあ、本当にこれは実際 その高校生たちがね一番かわいそうなんですけども、こんなことばっかりやってて教育行政なんて成り立つのかなっていう感じはしますよね。いやもう成り立たなくなりつつありますよ。ですか。不思議なのはね、見る読む聞く書くですとか、うんうん、それで本当にそれ採点正当にできるんですかね、うん、それがね僕は本当不思議でしょうがないんですよ、うん、だからテストっていうのはある程度全国統一みたいなものの中である客観性で見る部分っていうのはあると思うんだけど、そういう主観が入ってくる部分が結構多い気がするので、うんうん、しかもまあ民間がやるっていうことでしょ、うん、だからその、まあ、医大の、ね、男女比の問題もありましたけど、そういうことの問題がどんどん増える一方で、今少子化であるにもかかわらず とてもややこしくなっているのがちょっとよく分からない感じですね。佐賀手さんは他に何か気になるニュースってのはありますか。そうですね、まあいやウクライナ問題とか本当に全くどうなってるのか、うん、トランプさんはロシアとどう関係してるのかあたりが本当に僕らもよくわからないんで、まあ、ただ情報を鵜呑みにするだけなんですけど、うん、その辺がやっぱりその昔よりもその世界中の国々のパワーバランスみたいなことっていうものよりもなんだかちょっと違うものに見えていて、うん、まあ、その昔が良かったわけではもちろんないんですけれども、はいはい、読み切れないんですよね、うん、まあ、逆にとてもせこい話動いてるようにはどうしても見えてしまうので、うんうん、まあ、世界中でねそのイギリスの、EU の離脱問題とか、それから、まあ、IS の最高指導者が死亡したとかいろんなものが流れてますが、本当にいい時代にこう変わっていくっていう予兆みたいなニュースが全くないんですよね。
だから EU のこともみんな面白がっていろいろ言うんですけど、うんうん、イギリスはやっぱりヨーロッパの中で大国といえば大国ですから独自の道を行くわけですよね。だから通貨と言語を共同するかどうかだと思うんですね、EU の場合はね、はいはい、でルーマニアとかブルガリアとか小さい国は独自の通貨を持ってとにかく自分たちの現状を維持してもしもの補填をかけてるようなところがあって、うん、でイギリス型っていうのは他にあんまりないわけですから あんまりその浮かすなことが言えない感じがしちゃうんですよです、ね、イギリスはもう本当物価のすごい高い国じゃないですか。で実際問題 EU に行くことがいいのかどうかっていうのがすごくわからない。むしろそのイギリスよりもその例えばトルコは EU に入れるのかどうかみたいなずっと話されている話の結論が出ないでずっといるってことの現実の方が僕なんかはまあ重たい気がするんですよね。だからどこかでそういうその世界情勢が あまりに渦巻いていてグローバリゼーションとは違う意味で国境を越えた何かの動きがあることが、まあ、日本人もやっと気が付いたってことかもしれないんだけど、IS に関してもそうなんですよね、うん、じゃあこれからもっと悪くなるとかいう人もいれば改善されるっていう人もいるんだけれども、とにかく僕らはその情報をすごく疑う気持ちが強くなっちゃってて、 IS 絡みのことで言うと昔そのフィリピンからフィリピンの中に IS の拠点ができたってデマが飛んだじゃないですか。でミンダナオにできたというふうな、でそれを一時流されてみんな忘れてるんだけど、その時にIS 怖いぞと、アジアまで来てるぞというふうな、そういうデマにみんなが踊らされてそれを修正する記事全く出てないんですよね。でフィリピンというのはもともと出稼ぎが国内総生産の3分の1ですから、中東にいっぱい行ってんですよ。でそういう人たちが帰ってきてる流れを見て、それを何か捏造でどうもミンダナオがIS がいるらしいっていうのをあるタイミングで流したっていうのがあるじゃないですか。そんなことがねやっぱり今もあるような気がして、うん、それが非常に気になるとこで。そうですね、うん、森さんはどうですか。僕は本当つい数日前まで編集はいはい、やってたもんで不眠不休でやってましたからほとんどもうテレビ新聞接してなくて、あんまりちょっと気になるのがその10月29日か大村さんですよね、うん、知事がヘイト団体の催しは不適切と発言って、これどんなニュースかよくわからないんですけど、はい、これはですねいわゆるヘイトスピーチを繰り返してる団体が愛知県の、公共施設を借りてそこでなんか、ヘイトを地味た展覧会をやったんですよね。でそれに対して、大村秀明愛知県知事がこれはちょっといかがなものかと、これはヘイトスピーチ、ヘイト展覧会に当たるんじゃないかということを正式に発言したんですね。だから大村さん自体はそれに対しては反対であると、まあ、割とはっきり言ってだという感じですね。まあ多分その発言に対して今度はダブルスタンダードじゃないかみたいな、そうしたようなもう、うんうん、まあバッシングに近いものがいっぱい来てるってことですよね。そうですよね。まあそういうことになればまた大村さんと河村、隆さん、名古屋市長が、まあ、対立するということになるんでしょうね、きっとね。ヘイトはもう国際的に明確な定義がありますからね。日本で遅れてる問題ですよね。だからヘイトを表現の自由だって言うからややこしいことになっちゃうんで、そういう表現の自由とヘイトは別問題なんだっていうことをはっきりさせないといけないです。確かに。あとはそのまあ IS バグダディ、はいはい、でこれ新聞によってメディアによって今そこは死になってるけど、はい、バグダディ容疑者とかね、肩書きつけてるところもあったし、だからみんな一体どうつければいいか分かんないっていう、そうですよね、でそれはビンラディンの時もそうでしたけど、うん、だから本来では容疑者ってつけるんであれば裁判かけるべきなんですよ、まあ、本来はその何の容疑かっても言わなきゃいけないんですよね、うんうん、だからいろいろその辺でこう、まあ、ある意味でこうブラックボックスといえばいいのか、エアポケットといえばいいのか、どうにも扱いかねるっていう、まあ、だからテロという概念がそもそもね、やっぱりこのつい近年の一つの産物、まあ、これまでもあったんでしょうけれど、やっぱり今これだけグローバルになってしまった上に生まれたものですから、もう対応しきれてない。だから司法も、まあ、国際的な司法もあるいはメディア報道機関もこれをどう伝えるべきか、どう裁くべきかっていうのがね、だからもちろん悠長に捕まえて裁判にかけるなんて言ってたらとんでもないことになるって、それもまあもちろん分かります。でもじゃあ例外的にやるんであれば例外的にやるってことはしっかり言明しないと、例外なんだってことを言わずにやっちゃうと今度これが前例になっちゃいますから、なんかそういうね、ちょっとまあテロとか IS とは違いそうですけれど、なんかそういう形でいろんなものがなし崩しになってしまうってことはちょっと気持ち悪いなって気はしますね。
はい、まあいろんなニュースがありましたけれども、今日のですねメインテーマは、まあ、表現の自由ということで、いろいろお話をいただきたいというふうに思います。まあこういうふうに3つぐらいですね、どうなんだというようなテーマを挙げてみましたけれども、さてこの表現の不自由点その後っていうのが、一応まあ終わったわけですよね。で寺脇さんなんかこれはどういうふうに見ていらっしゃいました？うん、だからその表現の不自由点をやるやらないっていう問題はそのあれじゃないですか、この社会のさっきのヘイトじゃないけど、うん、もっとその脅迫、もうこれはだってガソリン撒くぞみたいな話まで来て、うん、もう捕まってる人もいるみたいな、それにどう屈するのかっていう問題ですよね。それは別に他の場面だって脅迫電話かかってきたらやめるのかどうなのか、ある意味もっと突っ込めば表現者っていうのはある程度のリスクは覚悟の上で、そういう意味でのリスクは覚悟の上でやるっていう部分があるという次元と、その後のお金の問題とか、その役所が乗り出してきてこれこういうのはやっちゃいけないとかいうようなことがもう本当にさらにもっと深い表現の自由の話を持ってきてることになると思うんですよね。だからそれは両方関連してますけど、根深いのはやっぱり国家がとかその行政機関がこういうのには金出さないとか、こういうのは取り消すから金返せみたいな話になっちゃうということがの方が怖い大きな問題だと思いますけどね。はい、まあ、さっきですね 1,2,3 と3つのテーマを挙げましたけれども、ちょっとその3つのテーマもう一回見せていただけますか。つまりこれから発展したのはこの補助金不交付っていう話ですよね。うん、でこれがどんどん増えていけばそれこそその映画を作る人とか、まあ、芝居をやる方、いろんな方がいらっしゃるでしょうけど、今まではそれに対して割と申請してきっちりすれば普通に補助金というのは出されていたわけですよね。まあそうですね。いや、そのもっと遡るとね、文化庁ができたのは51年前ですからね。うん、もうその頃の考え方、それは文化庁できたのは68年、その前に4年前には東京オリンピックがあって、で東京オリンピックの公式記録映画を市川崑監督に頼んで公式記録映画作ったら、今の雨男を自称する河野防衛大臣のおじいちゃんである河野一郎オリンピック担当大臣が、こんなものが前冗談じゃないぞっていう話になって、まあさすがにそれを抹殺はしなかったけれども、別の作れと言って作った事件みたいにね。つまり政治家は自分の気に入らないものは排除っていうのが当たり前だったわけですよ。そこへ文化庁を作る話になった時に、やはりその危惧っていうのは当然芸術家側からは出てくる話で、こういうのできたはいいけど結局コントロールされるんじゃないかみたいなことがあったし、実際まだできた頃の政治家のマインドってそんなものでしかなかったと思うんですよね。でそれをまあそういうことじゃいけない、なんとかそういうフェアな文化行政にできないかということで、まあ、文化庁も頑張って私は来たと思ってたんですよ。私自身もその文化庁にいる時にはとにかくその金は出すけど口は出さないっていう大原則を作っていかなきゃいけない。96年に今のような助成制度って96年にスタートしてるんですね。額は少なかったけど今だんだん増えてきてるけど、アーツプラン21っていうのを96年に出した時にはちゃんと最初に書いてあるんですよ、趣旨として。その要項の 最初のところに、芸術文化というのは自由がないと発達していかないんだと、いいものができない、ちょっと文言はあれですけどね、それが最初にあって、それを大前提にしてお金を出す制度を出すんですよって、まあ逆に言うとそう言わない限りまたどうせ紐付きになるんだろうなんて疑われちゃうからね、いやそうじゃないんだよと一生懸命言って、そしてそれをまあ額をだんだん増やしてきて、やってきて、でまあそれいろいろありましたよ、いろんなことがあるけれども、そのこんなこと今回起こってるようなことだけは起こらないようにしようねっていうことで何かかんかやってきたのが瞬く間に踏みにじられてしまい、それがもう表現の愛知トリエンナーレのことだけ言ってたら、はい、映画に関しても、うん、宮本から君へ問題なんていうのが出てくるというようなことで、今だって実は森さんはもらってないんですね。でもドキュメンタリーにも今お金出してるわけですよ、文化庁が。でもあれだってドキュメンタリーができちゃったらこっち批判してるからけしからんから、これは不交付みたいな話が出てくる。
靖国の時はかろうじてそれは やらなかったわけですよ。もう出しちゃったんだからと、その試写会をやらされたのはちょっと文化庁もお点、小さなお点の小さってお点ではあるけどね、そこの線はもう守ってきたのがもう今回軽く言っちゃったわけですね。まだ愛知取り上げるの方はね、それなりに表でやってるけど、うん、宮本から君へ問題なんてあれみんな知らなかったんですよね、うん、不交付になったっていうことは当事者しか知らないでその世の中に公表もされなかったみたいなことになっちゃってる。ちょっと説明しておきますけれども、その宮本から君へっていう映画がありますね。でこれはあの森さんの映画のプロデューサー、川村さんですね、はい、川村さんがやっぱりプロデュースした映画 で、うんうん、でこれにピエール滝さんという俳優さんが出ていたと。でこのピエール滝さんが、麻薬の取締法違反ということで容疑で、捕まった。だからこれは公序良俗に反するので、補助金は不交付ということでいいんですか。そういうことですね、うん、まあ、それを理由にしてる、うん、でもそれっていうのは、え、前からそういうルールだったのっていう話になる。それでルールを今度は変えちゃって、変えちゃってって、今回のはしょうがない、 次以降は公益性に反するっていう観点を入れてきてるわけですね、うん、でそれを今一応説明ではですよ、今回これやったからああいう犯罪をやった場合と説明してるけど、本当のその交付要項の文言にはそんなこと書いてないわけだから、うんうんうん、公益性っていうのをどんなふうに判断されるのかもう全然わからないことになってしまって、それは恣意的に判断され始めたとされる可能性がもう非常に強くなってきているしね、うんうん、それからこれ私もずっと関わってきましたから、この問題って本当は根が深くて、本来もう映画に補助金出すんじゃなくてもっとインフラ整備に金出すようなやり方にしないとどうしても中身に入ってくるとは思うんですが、うん、まあ、やるからにはこうしてる時にもうだってそもそもこれ補助金出すの決めるのは映画ができる前に決めてるわけですから、そうですね、はい、できた結果これは素晴らしい映画になりますよって言ったけど端にも棒にもかからない映画になる可能性もあるし、実際そういう例もあります。でもそれはこの時点で出すって決めちゃったんだから、それはみんなで委員会で決めたんだから結果どうなろうと出しますって言ってるわけでしょ、はい、そうするとこの宮本から決めに出すって決めた時に役者が薬で捕まるなんていうことは全然想定もしてないことが事後に起こった。事故に起こったからこの時にみんなで審査して、おこの企画はいい企画だね、これはさぞやいい映画になるだろうね、国民の税金を投入してもいい価値があるものができるだろうねって言ってたことをそれで変えちゃう、うん、そういうことになってしまったらもう何が基準か分からなくなってしまう、うん、まさに恣意的に要はこれが気に入ったぞみたいな、その昔のパトロン文化補助みたいなことになりかねないっていうことなんですね、うん、なりかねないというよりなるっていうことじゃないですかね。それはその森さんなんか映画を作っててそういう危惧っていうのは感じますか。主戦場がまさしく今新ユリ映画祭でね、上映が危ぶまれてる状況で、だから本当に今それはもう皮膚感覚で感じる部分で、うん、でまあ今寺脇さんおっしゃったようにね、補助金を出すことを決めた段階ではピエールだけは普通の俳優さんだったわけですね。その後に不祥事を起こして、でもそれが出てるからこれは要するに公益性に反すると、うん、まあ、もっとダイレクトに言えば、この映画を見た人がもしかしたらドラッグに走るんじゃないかと、おそらくそういうことですよね、解釈としてはね。見た人が走るような話にはなってないわけですよね。でもこれをあの映画でピエールたくさん演じてるあれを見て、よし俺もドラッグやろうなんて思う人が一体どれだけ現実にいるのか、うん、それを言うんであればニュースとかワイドショーで散々の時やったけど、あちらの方がはるかに有害ですよ。いやだからこれは言いたくないけどね、言いたくないけど、言いたくないけど、もう今年霞が関で2人逮捕されてるわけですよ、うん、経済産業省のキャリア官僚と他ならぬ文部科学省のキャリア官僚が薬で逮捕されてるわけですよ。じゃあその2人を雇ってた役所っていうのは薬を奨励してるっていうふうに思われても仕方がないって言ってるような話になっちゃうんですよ。それはだからその時にはいや経済産業省の役人も大勢いまして、その中にはまあこういうのもあるわけですよ的な話で言っていて、こっちになったらもう全部ダメみたいな話。しかも映画探偵スタッフキャストだけじゃないんですよね。映ってる人がなってるっていうだけじゃなしに、
政策に関わった全ての人間が対象になるって今度の説明では言ってるんですよ、うん、ということは助監督とかそのな、まあ、なんていうの、映画って本当にいろんな立場で関わる人たちがいる、演劇だってまあそうだと思うけど、ちょっとそこで関わってる人が何かしたってこれはダメだっていうふうになったらね、もうこれ危なくて、うん、危なくてっていうか、どうで取り扱われるかわからない。それからその罪っていうのも、あのなんこの罪以上だったらダメだとかいうふうになってるわけじゃないですよ。捕まった時にそれあの例えば軽犯罪で捕まる場合もあるでしょう。 どこで線引くかはなくって、その犯罪を犯した場合みたいな、あの曖昧な言い方になってますからね、うん、だからその事後をね、あの事後に起きたことを根拠にする、あるいはまあ、というか無理筋であることは間違いないで、それはそのトリエンナーレの補助金不交付も全く同じで、あれも要するに、まあ内容に問題があったじゃなくて、内容の申請に問題があったってことでしょ。でそれはあのこういう内容になるリスクがあることを知ってたのに黙って申請したっていう。だって申請しないはそんなこと書く条項はどこにもないし、だから明らかにまあ後付けなんですよね。だからなんでこれほどの無理筋をね、今になってこうこれだけ露骨に主張し始めるようになったのかっていうのは、やっぱりもう以前とは随分違う風が吹いてきたなっていうのは感じますね、うん、例えばその、川村プロデューサーが、作った映画であるということが裏側にあるという、うん、つまり新聞記者という映画をプロデュースした、これは非常にその反政府的な、はいはい、反政府というか反安倍的な、はい、映画であると、うん、しかもその後、しかもその後にドキュメンタリーも反政府的なドキュメンタリーも撮ってるしこれ一発ここでお気を据えてやろうと、うん、だから同じ官邸が考えてた、うん、プロデュースした映画だから、はいはいはい、というまあ、映画だったらね盛り上がりますね、そこでね、まあ、ないでしょう。それはねやっぱりないです、ね、ないですか、ね、だけどあっちの愛知トリエンナーレの方はもう明らかに政治的なことになってますよ、うんうん、中止決まった段階で菅官房長官が、うん、要するにまあ精査して考えるみたいなこと言ってるわけですね。であれはもうあの段階で路線決まってるんですけど、うんうん、僕ねこれは今日言っておきたい、トリエンナーレで問題になったのは2つ、大きくは2つですよね、はいはい、1つはまあ従軍役、うん、でもう1つはまあ皇室タブですね、うんうん、でこれって実は20年前にも同じことがあった。何かというと NHK の ETV です、はいはい、NHK の従軍慰安婦の、うん、市民法廷の番組、うんうん、あれに対して圧力を官邸というか、まあ自民党が圧力をかけてきて、うん、NHK に対してで番組の改編させた。でこの時に中心にいた政治家2人のうちの1人が、うん、当時は幹事長代理だったかな、安倍晋三、うん、で今首相となって官邸の力をより強化させている。だから要するにまあこの2つの組み合わせ、もしくはこの2つのうちどちらかもあってはならないことなわけです、彼ら保守政治家にとってみればね。だからその2つをまた揃い踏みできたもんだから、絶対にこれは阻止しなければいけないと、官邸としては。でそれをまあ萩生田さん、安倍のまあ側近みたいな存在ですからね、だからそれは当然彼としてはそういうことは言うっていうのは、だから20年間何も変わってないというか、むしろ後退してる。でその間にさっきちょっと言及された靖国の問題もあったけれど、本来であればこうした表現をめぐる政治権力との対峙の仕方、拮抗の仕方、いろんな摩擦をありながらもどんどん前に進まなきゃいけないのに、うん、この国後退するばっかりで、はいはい、それなぜかって教訓にしてないんです。だからその例の NHK の ETV の時も結局は何が何だか分かんない状況になってしまって、最後は朝日新聞がなんかも旗色悪くなって、で朝日も撤退しちゃって、で NHK もなんだか後味の悪い終わり方をして、で安倍さんだけは無傷でその後首相になるわけだし、だちゃんと一つ一つピリオドを打ってない、句読点を打ってない、もうだからこれはメディアの責任でもあると思いますけどね、うん、まあ同じようなね、こちらでも起こってますよね。川崎、新百合映画祭というのがあって、ここで主戦場という映画が、上映、ここには上映問題というふうに書いてありますけれども、1回は上映不可ということで、決まったわけですよね。でそれに対して、まあ、表現の自由のその大守れみたいな声が非常に強くなって、それでなんか、今日の段階では
どうも上映するらしいという噂も出ているみたいなんですが、ここはちょっとまだわからないんですけれども、この主戦場っていう映画は今森さんがおっしゃったように、あの従軍慰安婦の問題を取り上げて、でこれはあのいわゆる右派と言われる人たちと、それからまあ左派と言われるリベラル系の人たちをこうまあ対等に、僕も見ましたけど非常に対等に扱って、まあ言い方すれば両論兵器みたいな映画ですよね。ただその中でこう右派の人たちのこう論理破綻があぶり出されてくるという感じは確かに僕もしましたけれども、それをその、出ているその右派の人たちがこれはあの約束が違うじゃないかということで、訴えたと、裁判に持ち込んでいるということで、それを原因として、これはその映画祭では上映しないというようなことが一旦決まりましたよね。でこういうことはやっぱりこれからも起きて、いやこれはだからダメなんですよ、うん、あの脅迫っていうのはね犯罪行為ですよね。脅迫してこれをやめる、で訴訟を起こすっていうのは全然違法行為じゃないですから、誰でも訴訟を起こすことができます。訴訟を起こしたことによって逮捕されることもありません。でその訴訟が起きたからといって上映できないんだったら、自分の上映させたくない映画に関してはどんどん訴訟を起こしていけばいい、うん、まあ、スラップ訴訟です、ね、そうしてはね、だから公があればスラップ訴訟でできちゃうわけですから、うんうん、だから愛知トリエンナーレよりもっとね、あのこれも根が深い話なんですよ、うん、訴訟になってるものはあげない、危ないものはあげないって、もっとひどいわけね。これはあの脅迫が来てるからやめました、うん、こっちは訴訟になってるからやめましたじゃね、うん、これはね、だって実際脅迫という話はまだ聞いてないですからね、いやないですね。で巷で今映画館で上映してるわけですから、うん、だからその新百合映画祭という公が関わってるものだから問題になるだろうと、もう先回りして先回りしてやってるわけですよね、うん、で主戦場を訴えてる人たちがなぜか昨日その川崎の市役所の中で、まあ、記者クラブで記者会見をしてると、そういうあのそういうことが報道されると市役所もあのそっちの立場だっていうに誤解されるような報道が今どんどん出ていて、うん、でだから不思議でしょうがないんですけど、やっぱりそんなことになると話題になってみんな見たくなって主戦場を見るんじゃないかと僕らは思うんだけれども、やっぱこれは高をくくられてるわけです。所詮あの大した規模の人が見るんじゃないんだというふうに思われてるんじゃないかなっていうことをちょっと感じますね、うん、だからそうやって収めてしまえばいいんだと、で現実的にはそういうものをなかったことにしようということ、あるいは何かそういうそのちょっと跳ね返った人たちがいることはこうやって潰されるんだよって前例を作りたいんだろうっていうふうにいろんな運動に使われてる感じがして、あのとてもきな臭いことだと思いますね、うん、あの映画を見れば分かるんだけど、とてものびのびと喋ってるんですよ彼らは。それで、でこれにどうやってケチをつけるかっていうのはもう論点としては約束が違うと、それ要するにまあ学術論文的なものだというふうに聞いていたけれど、映画に商業映画になるとは自分たちは聞いてもいないし予定もしていなかったってことを言ってるんだけど、これは全部もう論破されています。しっかりその時のやり取りしたまあドキュメントであったりとか、あるいはメールですね。でも上映決まりましたって監督がメールしたら、それ頑張ってくださいとかよかったですねと、そういう返答も彼らはしてるわけですよ。だからもう全くこれも訴訟も勝ち目がない。あの本来であればこれは上映差し止め仮処分の、あの彼らは請求するはずなんですよ。できないんですよ。だから弁護士がいくらなんでもそれはできないということでやめてるって聞いてるんですけれど、もうこれもやっぱり無理筋な訴訟なんですよ。だから明らかにもうこうした形でバイアスをかけるための訴訟で、まあ、裁判で勝てるとは彼らも思ってないと思うんですよね。でもそれに本当に屈してしまうんであればこういう前例を作ってしまうし、ただ確かにねこの方がヒットするんですよね、うん、映画見ると分かりますよね。うされてる人たちは気持ちよさそうに喋ってますし、その学術論文に出るようなつもりで喋ってないのは逆に明らかですからね、うんうん、とてもコメディとして面白い映画ですから。さっきからこれ問題だって言ってるのは、まずさっき の, あのピエール滝さんの問題っていうのはね、あれは一応あの芸術文化振興基金は逮捕された時点ではやってないわけですよ。で裁判が結審して有罪になった時点でこれは裁判で、まあ、要するに負けたっていうか、裁判で決着がついてこの人有罪になった時点でやってるわけです。こっちはまだその決審もしてないとこで裁判にかかってるからってやっちゃうっていうのはね、もっとひどいことになっちゃってる。そういう意味ではね、アジトレンナーレの場合でもそのいろんなその不測の事態が推定できるということが分かっていたにもかかわらずっていう文言を僕はまあ見て、正確な言葉は今思い出せないんですけども、じゃあこれで無事にあの実行されたら、じ
ゃあそれはあの逆に言うと全然ね、あの、引き下げる必要はないわけですよ。だからそういう意味では あまりにも恣意的に活用されてる気がしますし、実際にその脅迫って言われてるんだけれども、それがいたずらとか嫌がらせと脅迫の違いを誰がどこで線を引くかですよね。でやっぱりそれはその実際のトレイナーレの中でこれは脅迫なんだっていうふうになるのか、そういう対応に不慣れな職員があの涙ながらに対応したっていう話が被害者の話として出てるんだけど、それはまあ慣れてないことはあるでしょう。そういうことの対応の問題はあるにしても、じゃあそれが実際にそういうふうなことがあのよほどの不測の事態だっていうふうになるのかどうか、で実際にそこまで あの危害が加えられる可能性があったのかどうかで、問題をややこしくしているのはその、まあ、知事さんも含めたその実際実行する人たちとまた文化庁と、うん、あのもう何段階かに分かれちゃってるんですね。でしかもそのトレーナーレ全体と表現の不自由点もまた温度差があって、うん、でそこのことの情報があまりに多岐にわたっていて、で今情報社会というけども情報多すぎてですね、みんな好きな情報を取って自分なりの判断をすることになっていて、現実的にはじゃあ実際に危険がなく開催できればよかっただけなんですね。でその一番焦点のところの事実を誰が握ってるのかっていうことはあんまり検証されてなくて、誰かが言ったことだけ言うんですね。それがまあ今の SNS 社会ではあると思うんですけど、そういうことによって やはり誤解されてる、本当のところがわからないままになっているっていうことは多いし、そのことによって、まあ、あのむしろ利益を得ているのはあのそのある種の思想の方々だってことになってますよね。まあ、あのアイジトリエンナーレのなんていうのかなパンフレットみたいなの僕はあの実際には見てないんですけども、パンフレットだけは見せてもらったんですけど、その、不自由点なんていうのは実は100いくつあるうちのほんの一コマなんですね、うん、あれね。でそれをそのそれに対して問題があるからこう、うん、補助金は交付しないというのは非常になんていうのかなおかしなあの言い分だと僕は思いました、ね。まあ、常識的に考えてもそうですよね、うん、その全体に対してじゃあこの部分に関してっていうならまだ分からんでもないって分からないですけどね、うん、そんなのもおかしいんですけどね、うん、そのそれが出てきたから、それこそまた持ち出しますけど、あの靖国の時は、はい、あの上映に対するバイアスはすごいかかったわけですよ。同じことが起こってるわけですよ、うん、映画館に脅迫電話がかかってきて、はいはい、でお前この映画上映したらあのとんでもないことが起こるぞって言われて上映をやめた映画館がありますよね。そんなんだったらその時だってそういうことが起こるかもしれないっていうことを予見していなかったからダメだとか言って、あの靖国の補助金を取り消すっていう判断ありえたでしょうけど、そんなバカなことをその当時は考えてないわけですよ。それはだからね、あれが起こったあの15年前と今とがもう明らかに変わってきてる。靖国の時はあの稲田朋美さんが騒いだけど、はい、稲田さんも文化庁に対して上映はちゃんとやれるようにしないと検閲って言われるから、そういうことを私は要求してないよねっていう意味のことを言ってんですよね、うん、ところがもう今はあの愛知県あの自分も実行側である名古屋市長が自分で鉢巻き巻いて鉢巻きしてそこに座り込んでこんなのやめろみたいな話になっちゃってるっていうことですよね。だからあの河村さんの論理なんか全く分かりやすいわけですよ。昔 あのお殿様みたいな感じで世が気に入るものじゃと思って金を出しておったらこんな気に入らないものかって、もうこういうのはもう潰してしまえみたいな話で、もう全然それは民主主義の政治家っていうかあの行政の責任者としての自覚なんか全然ないんですよね、うん、まあ、特にそういうことがですね、ここのその川崎の新百合映画祭だけではなくて、だんだんこれこう全国に波及しつつあるような感じもありますよね。例えば三重県の伊勢市展という展覧会でも、その肖像像をめぐったなんかあの絵みたいなのが展示不可というふうにされたと。でこれを作った方はそこにその肖像像の上にこう黒いなんかを貼ってですね、見えないようにして、でもう一回やろうとしたらそれでもダメと言うんで、とうとうそれは展示できないことになったと。でこれもやっぱりその伊勢市というところが、これはあのいろいろ異論があるから、これはあの展示してはいけませんということを言ってきたためにそうなったというふうに言われてるんで、こういうことがこう全国で
波及、もうどんどん波及してきますよ。だそれは愛知県とか川崎市とかいうもう大きなとこじゃないですか。そこでさえこうなっちゃってるったら、小さなね、まあ、伊勢市とか小さなとこだったらもうそれはあの、まあ、してやそのもうあのこれ危ないからみたいな話になってしまうんでね、本当にね文化の危機っていうふうに考えなきゃいけないんですよね。でまあちょっと言わせてもらえば、ただそのねアーティスト側ももう一回ここきちんと考えなきゃいけないと思うんだ。その宮本から君への話だって、はい、いや別にいいんじゃないのっていう映画人もいますよ、耳に入ってきますよ。それはやっぱりそういうのは良くないんじゃないのと、チャンネルちゃんってそういうそれでいいんじゃないのっていう人もいるし、あるいはテレビでアーティストの立場の人が不自由展みたいなのは自分の金でやればいいんで、税金でやるからいけないんだ、自分の金でやればいいって言うけどね、大規模な展覧会とか映画とか演劇の大きな舞台とか自分の金でやれよって言ったら、じゃあ金持ちしか表現の自由はないのっていう話になってしまうんでね、その根本的なところでね、自分の金でやればいいよ的なことをアーティストのサイドの人まで堂々と電波の上で言ってしまっている。それからあるいはこの問題についてでもやっぱり文化庁からお金はもらいたいしみたいなことが出てきちゃうっていうのはどうかなと思いますね。ちょっと気になってるのが、自分の金でやれって言ってる人いるけど、あの公費っての要するに僕らの税金なんですよ、ね、そうそうそう、別にお上がね自分たちでこう稼いだ金でも何でもなくて、だから僕たちが出した金なんですよ、ね、うん、それはちょっとね、多分自分の金でやれよって言ってる人はなんかその感覚が抜け落ちてしまってんじゃないかなって気がします、うん、まあ、今日東京国際映画祭で、まあ、愛を、まあ、初めての上映ですね、視野別にすればやって、でその後中国のネットメディアの人からインタビューオファーされて受けたんですよ、うん、で彼はなんか10年前も日本に来てて、で今日もこの来て東京国際映画祭に来ても愛を見て、でまあ彼の方から言うんだけど、10年前と今今回日本に来て全く違います、もうすごくなんかもう息苦しい、息をするのも本当苦しいような雰囲気が強くなった理由は一体何なんだろうと思ってたら、映画を見て少しかなり腑に落ちましたって言ってましたけど、こういう言い方しましたね。中国の場合、もちろん中国でもメディア状況もひどい惨憺たるありさまですけれど、中国の場合は要するに共産党というね、それが一番上にあって、で、まあ人民たちはいかにまあこの共産党が不自由さを、表現や言論の不自由さを強いてるかをみんな分かってます、口にはしないけど。日本の場合どうか、共産党的なそういう政治権力はいない、でも代わりに何が抑え込んでるか、場と空気です。で場と空気だから見えないから、可視化できてないから、みんななんかあたかも自由でいるかのように思いながらも全然不自由な状況になってしまってるってのを中国の方から言われて、もうなんかいろんな意味でこう絶句してしまいましたけど、やっぱりちょっとしばらく日本を離れてたから、その辺がきっと如実に見えるんだろうなって気はしましたね。まあ、なんか自由であるとかね、伸びやかであるってことに対するね、やっぱり悪意というかそういうものがあるという不思議な社会になってますね。だからやはりその逆行どころじゃないという気がするのは、2002年でしたっけ、文化芸術振興基本法、うん、今文化芸術基本法ができて、要するに芸術文化はそれだけで存在価値があるんだと、うん、昔はね教育の中に文化があったり、スポーツと文化並べられたりしてたんだけども、文化自体に価値があるんだってことをちゃんと法律を作ったにもかかわらず、逆に今そういうふうに確かに助成金が出るようになったといえばなったんだけど、逆にとても厳しくそういうふうになんだか抑圧されるような状況になってしまっていて、で今やっぱキーワードとしては安全かどうかだとか、公益性がどうこうとか、でそれはでも安全っていうのは今さっきお話したみたいに誰がどこで区切ってみるかで全部違いますし、公益性っていうのも誰にとっての公益性かっていうことがもちろんありますし、それは変なことを言うと50年後100年後もっと未来に対する公益性でもありますね、作品の場合は。そういうことを実は文化庁的な考えでいうと考えなきゃいけないし、そもそも文化庁予算の半分以上伝統的なものでありますから、現代のものにそんなくれてるわけでもないんだけれども、そういうその変化の中でやっぱりこう僕らがまあ、自由っていうものとか社会の中の
健全さみたいなことは表現の自由が保たれているかどうかによって測られるっていうのはもうどの世界でも見てもそうですよね。で今日本が表現の自由が測られない社会になってる。しかもそれはお上がやってることもそうだし、あの一般市民の中のやっぱり潜在的な悪意とか、あの人々に対する何かあのなんかダークな欲望みたいなものもありまして、そういうことについてはこれはやっぱり全部ひっくり返さないといけないんだけれど、そのお上だけ批判しててもダメだし、で少なくともそのいろんなタブーを破っていくっていうことについての肯定性を、僕らが打ち出していかないことにはダメだし、寺田さんおっしゃるように同業者が同業者の足を引っ張ってるようじゃ話にならないと、自分と違う意見の人でも認めなきゃいけないと、そういうことになってなきゃいけない。あとはやっぱり期待することと夢を持つことというのは必要で、でやっぱりその20世紀の終わり頃に僕や平田織田は文化庁に働きかけて、演劇っていうのは劇団ごとに団体助成をしてくれって頼んで、何回かやってるうちに実際にそれが実現したわけです。でところがそれがなんだかその、カンパニーというものが、多くの場合まだその頃は NPO じゃないので、利益誘導の会社じゃないかって言われたりして、はしご外されたりするわけですね。今もまた復活してますけど、やり方だいぶ変わってます。ですからそれはアーティストに対する信頼関係で団体に出すわけでしょ。で特に演劇の場合は継続性があるカンパニーでやってる場合には、であるいはその、芸術家自体が個人の場合でもある種の継続属性に対する信頼から来る種類の助成金があっていいんですよね。でプライベートな助成金としてはアメリカなんかは割とあるんですね。そういうものが日本では全然ちゃんと機能してないと。やはりその何か文化庁がお金をくださるときにはもらって、それが何年後かにはもうあげなくて済むぐらいにはなりますよねと。つまり新進芸術家に渡すときには成長したらもう当てなくていいですよねみたいな言葉が出てくるわけですね。で何かすごく大きな勘違いがあるんですよね。要するに文化芸術振興基本法ができて、文化自体に価値があるから常にそこにはお金を渡そうというふうにしてなきゃいけないはずなのに、それで先ほど寺内さんもおっしゃったようにインフラの方です。特に教育に関するお金が少なすぎる。で高校までの学校教育の範疇の音楽や美術やそういうものはね、ある程度出てるわけですけど、演劇ですとか、映画は一部、大学でもやったりしてますけども、国立の芸術大学に演劇科がないのは世界中でめったにないですよ。日本は珍しいですよ。いろんなアジアの国々に行くとみんなありますよ。僕は仲良くしているインドネシアだけでも5つ国立の芸大があって、全部演劇科があって、でそこでコンテンポラリートラディショナル両方教えてるわけ。でそれがあれば、要するに古典芸能を継ぐ人がいなくて困ってるっていうニュースが最近出てますけど、それはないんですよ。日本のアイデンティティとして古典芸能も大学で勉強しようよってなればいいだけなんですよ。そういうふうに変わっていかなきゃいけないことはみんな分かってるんだけど、それをやらない。だからどうしてもその国立の演劇の大学がないってことがおかしいですよっていうと、まさにね、演劇人の中でもみんなポカンとするわけ。それはどうしてかっていうと、プライベートの私立の大学で演劇を教えてる先生になってる人がいっぱいいるし、新劇の大きな劇団だったら自分とこの養成所があって、そこでやっぱり収入源なんですよ。でそういうこと自体を変えていかないと、自分や自分たちじゃなくて全体を変えていこうという気持ちにならないと、いや本当の公益性っていう意味ではそこにあるはずなんですね。で公益性が保障されないと自由はないわけですね。そういうことについてあまりにもみんながね、鍛えられてないと。でなんだかその情報が多すぎることがまたそこに悪い拍車をかけていて、本当にそのちょっとでもネガティブなことがあるとほら見ろって話になってしまって、だから何かこう明るさがないっていうのはね、その中国の方がおっしゃったのもそうだと思うんだけど、若い人たちが夢を見てるような時代じゃなくなっちゃってると。これは一体どういうことなんだろうと。だから公益性っていうことで言うとね、その例えば離島があってそこに橋を架けます、公益性があるって誰しもが思うでしょうね。だけど芸術文化振興法にもちゃんと書いてあると思うはずだけど、その文化における公益性っていうのはいろんなものがあることが公益なんですよって言ってるはずなんですよ。いろんなものがあると文化っていうのは、そのさっき言ったように自由にいろんなものがあると文化が栄えていく、文化が栄えていくことが公益なんですよね。つまり文化で飯が食えるのかとか、文化でどれだけ GDP が上がるのかとか、そういうことじゃないでしょこれはっていう話なんですよね。文化芸術はその
アーティスト本人が生きてる間に評価されない人もこんだけいるでしょ、うん、宮沢賢治にしたってゴッホにしたってみんなそうじゃないですか。でそういう人たちがやっぱり今の時代にいた時にじゃあやっぱり同じようにお前なんかって言われてしまうのか、むしろその世の中自体は表面的にそういうふうにお金が動いて活性化している社会でどん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 埋没していくかもしれないですよね。そういう想像力がやっぱり足りない気がしますね、うん、まあ、そういう意味ではその教育っていうのは非常に問題だと思うんですが、最後の、うん、あれですけれども、萩生田大臣が今あん萩生田文部科学大臣によって、まあ、本当に今教育行政が大混乱してると思うんですよね。で教育っていうのは それこそ国の基盤であって、今おっしゃってるようにその文化の、インフラを支えるものだと思うんですけれども、この、まあ、個人的評価っていうのはなんですけれども、寺脇さんどう思いますか、この萩生田さんっていうのは、うん、だからまあ萩生田さんっていうのはだから要するに今の安倍政権の教育の 主流がありますよね、うん、安倍総理がいちいち教育のことを考えてるわけじゃないから、そのブレーンとしてやってるのが、歴史上最も長いことを総理大臣やるのが安倍さんだけど、歴史上最も長く文部大臣やったのは下村博文さんっていう人、うん、この人が安倍さんの第一のブレーン、その次が萩生田さん、この3人の体制で第一次政権の時からずっとやってきてるわけですよ。だからもうここは本当に一枚岩の体制なわけです。そこにあるのは本来こういう新自由主義的な考え方、うん、身の丈に合ってやればいいじゃないかと、金があるやつがこうやったっていいじゃないかと、それでとにかく世界の経済のためには英語ができないとお金儲けができないから、うん、財界からそうしてくれそうしてくれって言われたらやってるわけですよ。でその流れなんだけど、ところがなんか最近一方でなんか大学を無償化するとか、あ幼稚園保育所も無償化するとかいう、なんかみんなが平等であるかのような幻想が今振りまかれて全然違うんですけどね、うんうん、大学だってそれもちろん本当に貧しい人にはカバーがあるかもしれないけど、その上ちょっと貧しいぐらいの人には全然むしろ不利になっちゃうようなことをやらかしといて、だけど国民の間にはなんか今の政権はみんなを平等にしてくれているっていう錯覚が、少なくともそういう無償化無償化ってなんか出てくると出てきてる。でもこれはもう明らかにこれが平等ですよって絶対に言えないことが実は起こってしまっているっていうことなんですね、うん、だってこの身の丈っていう言葉自体がもう完全に平等じゃないよって、うん、だから本音はこれなんですよ、うん、無償化とか全員をみんな同じにしますよなんて言ってるのは嘘なんだっていう話なんだ、うん、でも自分たちがやろうとしたことを自分で首絞めてますよね、萩生田さんっていうのは明らかにこの発言によって、まあ、これは失言ですよね、うん、もしこの発言をしなかったらもう粛々とやっていってる。でもこれが出てきちゃったもんだから、うん、前の2人の大臣の辞任にプラスしてこれまでがもう大変なことになっちゃったらあれだから、じゃあもうその見送りっていうこと、見送りっていうか延期ということで、だからね、延期とかなんとか言ってるけど、僕らの税金がいつ消費税がいつから上がるのかなんていうのは延期してもね、まあそれは理屈はそれなり、受験っていうのは1回しかしないわけですから、今の高校2年生がこれを受けますよっていう話になってたわけよ。でそれを延期するっていうのは今の高校2年生はそうなると思ってたのに、じゃないよなっちゃって、で次の高校2年生だって本当にどうなるのっていうのが分かんないままやっていくっていうね、試験ってそういう性格のものだからね、単なる見送り消費税を上げるのを延期しますとかいう話とは全然違う、人間の運命に影響してくることからだっていうことですね。なんか2024年に、もう一回これをやろうとしてるという話ですよね。っていうことは今の中学1年生かながそのこれにまた引っかかってくるという話だと思うんですよね。いやいや、それはねまだ怪しいですよ。多分1年延ばしで何とかしようと思ってると思いますよ。そうですか、うん、けどそれをまあ24年って言ってるのかどうか分かんないけど、だって決まったのは今まさに今の高校2年生が中学1年生ぐらいの時に決めたことなんですよ、うんうんうん、それをこの土壇場になって、やっぱりダメですみたいな話にしちゃってるわけだから、でそれは失言を隠すためにやってるっていう、うん、
ことになっちゃってましたよね、うん、明らかにこれは官邸の指示でしょ、この、見送りっていう。そうですね、だから本当はいや違うこれもね、なあたかもね文部省が勝手にやってて官邸はちっとも知らなかったんでおいおいそんなことになったらやめるよみたいに言ったかのように報道されてますけど、そのさっきから言ってる官邸ラインっていうのはあるわけですから、当然この英語導入っていうのは安倍総理も分かってるし、その側近の官邸官僚の皆さんも分かっててやるぞって言ってたのに、今になったらえ文部省が勝手にやってたのか、もうダメじゃないかみたいな話になっちゃってるんでね。世耕議員が今日言ってますね、文科省の、まあ、官僚たちの制度設計の甘さでこういうことになってしまったみたいなことをわざわざ世耕議員が今日言ってるけど、うん、だからもうというかもうなすりつけようってことですね、うん、まあ、制度設計って言うなら最初からその差別っていうか区別が起きないような形の制度設計しないとおかしいわけでね。だから本当にそれはね、いや官僚もそうだし、トリエンナーレ問題で言えばね、宮田文化庁長官ってもう純然たるアーティストですよ、うん、でその人がやっててで国会で聞かれたら、え私は反抗してない、うん、反抗してないって言ってる、知らなかったっていうならまだ分かるけど、反抗してないっていうのは知ってたけど私が押したわけじゃなくて他の人が押したんだから私は関係してないよねみたいな、うん、話で、知らないわけはもちろんないんで、これだけの重大事だったら何をやったらいいか分かる、でもそれはなんか下の審議官かなんかが決裁したんで私は失えないから知らない。アーティストが文化庁長官になってることの意味っていうのは、政治家に何か言われた時にあなたたちは政治家で素人でしょうけど、アーティストの立場からすればこういうことは絶対やっちゃいけないんですよっていうことを言ってもらうためにやってるんですから、うん、本当はそこで身体をかけるぐらいやると ね、 そうですね、アーティストのが文化庁長官やってるといいなって思うんですけどね、まあ、でも審査員ではね辞任された方がいらっしゃいますから、うん、それは大変頼もしいと思いますけどね、うんうん、まあ、本当にまだまだこの話はですね、とても1回で終わるような問題ではないので、またぜひこれをやりたいと思いますが、そろそろ、時間になりましたので、この辺で今日は終わりたいと思いますが、本当にまだまだ言い足りないことはたくさんあると思いますが、またやりますのでぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。